先ほど挙げた数字も本当一部なんですねこれお医者様がこれ全部データを持って報告してくださらないと上がってこないので本当にあにお金では取り返せないようなことが起きている我々の立場からするとちょっとこれ通告ないですけども聞きたいのはどうやって選んでるんででるすかとこれねあ議員の皆さん聞いていただいたあの数字異常な数字なわけですよこの数字を見て普通の国民は絶対おかしいと思うと思うんですおかしくないですか はい、わかるわかる。議論する場所ないんで。過去の事例と比べて数おかしいと、これ普通の国民は思ってます。ほとんどこれ,これ世論調査してください。参政党の部屋。参政党の神谷宗平です。新型コロナウイルス予防接種、健康被害、負担金に関連してお聞きしたいと思います。この費用ですね、予防接種法第15条に基づき、新型コロナウイルスにかかる予防接種を受けた者が、病気や障害の状態となるか、死亡した場合に、その当が予防接種を受けた者が、 それがですね党が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付されるというものですこの負担金なんですが令和5年度の投資予算額は3.6億円と含まれてましたがこれ補正予算によって394.1億円へと大幅に増額をされました投資予算の110倍に当たりますこれは新型健康被害を過小評価していたということを示していると思いますまたこれまでの の副反応疑い報告制度でし報告された件数は2168名ですそのうち2名はどの因果関係が否定できないとされていますそして11名が因果関係が認められないと判断されていますがなんと残りの99.4%が評価ができないという扱いになっていますさらに別の制度で予防接種健康救済制度というものありますがこれでは、えー、この制度ではですねこれまで495件の死亡 認定がありますこの数字はですね、私が生まれた1977年以降に使用された <laughs> 以外のすべての <laughs> による死亡者数が158件であるのに対して3倍以上の数になっています。しかも、この495件の事例は、先ほど申しました副反応疑い報告制度の2168件にほとんど含まれていません。制度が異なるために対比分析は行われていないようです。たった3年ほどの接種期間で、他の人の45年分の3倍もの人が なっているというのはおかしいというふうに世間から指摘があるとの種類が異なるため比較できないというような回答があったようですそこでですね、えー、他のと比較をしなければいけないということで季節性インフルエンザのと新型の,のそれぞれ65歳以上の方の接種回数と救済制度での認定数をですね比較する分析を行った賛成党員がいますその結果ですねイン の方は2012年から2021年の9年間で約1億8000万回の接種に対し死亡者は4人ですこの方はたった3年間1億9000万回の接種に対して354人の死亡が認定されていましたこの差は90倍です同じ数で90倍の方が亡くなっているということですね賛成党は以前から治験段階のが健康被 を引き起こす可能性があるというふうに警鐘を鳴らしておりましたが、こういったデータがなかったためですね、陰謀論だと、反応だというふうに批判を受けてきました。しかし、3年以上が経過し、こういったデータがですね、出てきたわけですね。そして、救済のための予算も想定の110倍に広がっているという状況です。ここういったことからですね まあ安全だというふうに政府はずっと言ってきましたけれども、それは少し認識に間違いがあったというふうに、そろそろ認めるべきではないかというふうに思いますが、この点の点見解を求めます厚生労働省健康生活衛生局、佐々木感染症対策部長、はい,お答えいたしま,すまず新型コロナウイルスの安全性等の評価についてですけれども、<S <S には、不可避的に生じうるリスクはあるものの、新型コロナウイルスの 接種については審議会において感染症の疫学的な状況や国内外の科学的知見に基づきによる重症化予防効果等が認められていることに加えてこ後の副反応が疑われる症状の報告等のリスクに関する評価を踏まえ接種を継続すべきと判断されております。で今後とも科学的な知見の収集に努めるとともに専門家に評価いただき 有効性性とと安全性の評価を適切に行っててままいりたいと考えておりますあと110倍のところにつきましては、の5日の予算委員会で総理から答弁いただいた積算根拠によるものでございます神谷宗平君。はい、まあ、こういった数字を出しても、まあ、そういった方向っていうか、認識の変更はしていただけないということなんですけれども、まあ、先ほど挙げた数字も本当一部なんですね、これ、お医者様が全部データを持って報告してくださらないと上がってこないので、潜在的にはもっと、えー があるとということですなった方だけでなくて、ですね歩けなくなった方もいらっしゃいますし、もう寝たきりになってしまったような方もいらっしゃいます、全国にいらっしゃいます、これね、お金の話をしてますけれども、お金だけの問題じゃなくて、ですね本当にあのお金では取り返せないようなことが起きているということです、さっき大臣から震災の話もありましたけれども、これも一つの役のような問題になってきていると、私たちは考えています。ここういったことをを受受けけててでですね事実を受けて海外ではもう ほとんんど伸びてないんですねでも日本では依然として接種が続けられている、そしてそこに何兆円もの、あすみません、えー、続けられていますし、もうこれまでですね、何兆円もの予算がこの〇〇に投じられているのに、感染者数減ってないんですよねで、健康費が増えている、給付金も積み上がっている、保証のね、で今年度の補正予算だけでも400億円。 でこのまま続ければ、また次年度も補正予算、何百億かつかけ,けないといけないんじゃないかなという状態です、これ、予算の使い方として本当におかしいと思います、異常だと思います。でも、先ほど申されたように、審議会の方では、ですね算収体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価しているということなんですね。我々の立場からすると、信じられない判断なわけですよ、評価おかしいんじゃないのと。 それでこの審議会のです、ね、構成員のどういう動機でこういう判断をしているんだということで,です、ね、過去3年度におけるです、ね、の関連企業からの特許権使用料や講演にかかる報酬、研究契約金などの受け取り状況というものを確認すると、お配りしたこういう図のような状態になるわけですね。これを見ると、参考に含めた21人のうち12人がです、ね、まあ、金額の代償はありますが、関連会社から金銭を受け取っています。 でこれ、一定金額を受けると、発言権が制限されたり、審議会の中で、それから審議会に参加できなくなるということが決められているのは分かっていますけれども、これ、少額であれば問題ないということでもないと思うんですよね、我々国会議員がですよ、何か企業に有利な法案を通すために、お金もらってたというふうになったら、我々常に最大で懲役5年の刑、科せられますから、なぜですねこの審議会のメンバーは、企業から資金提供を受けても認められているのか。 さらにですね、この審議会のメンバーの方々は就任前や退任後にですね、関連企業で就業,するな就業してはいけないといったような制限などはあるのかどうか、そういった規定があるのかどうか、合わせていきたいと思います。はい、厚生労働省健康生活衛生局、佐々木感染症対策部長。はい、いお答えいたしますと。審議会における審議の中立性、公平性の確保が必要であることから、厚生科学審議会予防性分科会副 検討部会及び薬事食品衛生審議会薬人文化会薬品等安全対策部会安全対策調査会においてはそれぞれの審議会の規定としての関連企業からの寄付金契約金を受け取っている委員に係る審議への参加規定を定めております。でこのの審議会への参加規定は 弁護士等の外部委員から構成される審議参加に関する遵守事項の検証・検討委員会というのがございますが、ここにおいて従来の遵守事項の運用状況や、我が国や海外状況、特に米国 FDA における規定状況等を踏まえて検討されたものでございます。で、審議会の都度、ルールに沿って企業と委員の利益相反を確認し公表しており、 議論の公平性や透明性は確保されているものと考えられることから少額であっても企業から金銭を受け取っていることをもって直ちに不適当であるとは言えないと考えておりますで審議会への参加にあたっては企業等との間で審議の公平さに疑念を生じさせる特別の利害関係を有していないことを確認することを参加規定に定めており委員就任時にもこの参加規定に基づき同様の確認をしておりますこのため 委員就任時および参加時とも利害関係に疑義がないことを確認しており、引き続きこうした運用を適切に行い、審議会における議論の公平性、また透明性の確保に努めてまいりたいと考えております神、はい、谷宗平君。はい、えー、ちょっとこれ、通告ないですけども、聞きたいのは、どうやって選んでるんですかということですね、公平性、中立性。 を人選の段階でかなり偏ってるんじゃないかということを我々言ってるんですけれども、どうやってこの審議がなんでいるか、簡潔にお答えください、はいえー。厚生労働省健康生活衛生局、佐々木感染症対策部長、はい、それぞれよくあの、検討部会もそうですし、安全対策部会もそうですけれども、それぞれの審議会に求められている役割がございます。それに対して専門的検知 から審査をいただくわけですからその専門性が有しているか否かまずこれを基本的には検討しておりますその上でその就任時また審議の都度透明性公平性についての確認を行っているとこういう考え方でございます神、はい、谷宗平君はいありがとうございますこれねあの議員の皆さん聞いていただいたの数字異常な数字なわけですよこの数字を見て普通の国民は絶対おかしいと思うと思うんですおかしくないですか はい。まあ、これは、議論する場所ないんで。はい。はい。まあ、時間ありますんで。やはりね、過去の事例と比べて数おかしいと。これ普通の国民は思ってます。ほとんどのこ,これ世論調査してください。もしそれでしたら世論調査していただいて、普通の一般国民がおかしいと思うかどうかです。私はおかしいと思っていると思います。だから、 これをおかしくないという人たちがどう選ばれてるのか、なぜ外されないのかということがですね、すごく国民は不安なわけですね。だからその声をしっかりと聞いていただいて、もう一度人選から考え直していただかないと、これずっと続きますから、そしてもう今日時間ないんで言いませんけど、さらにですね、レプリカも開発費出して作って試験をやろうとしています。これもですね、 の他の国でもう一部例があると聞いてますけども、日本は特にそれに対して前向きだというふうですね、これだけの被害が出ているから、やはりもう一回、その点も含めてですね見直しをしていただきたいと、要望して終わりたいと思います。